国家再建最高会議議長の旗この時期の国旗。この時期の国賞国家再建最高会議、略称、最高会議は、1961年の5.16、軍事クーデターから1963年の第三共和国成立までの間、大韓民国に存在した、軍事政権で、クーデター直後の5月19日に、軍事革命委員会が名称を解消したものである。 クーデターを支持する韓国軍の陸軍士官学校発揮制によって主要メンバーが構成され、牧世機が実権を掌握していた。クーデター直後の5月19日、革命委員会は名称を国家再建最高会議に解消し、議長に張宮子秋中将、副議長に牧世機少将が就任した。同時に14の文化委員会の委員長も選出した。 最高会議は61年6月6日に国家再建非常措置法を制定交付した。同法第2条の規定で軍事革命完遂後に施行されるべき総選挙によって政府が樹立されるまで最高会議は大韓民国の最高統治機関としての地位を有するとして最高会議が韓国の唯一の最高統治機関であることを明確にした。また、 国会の権限についても最高会議がこれを行使することとなった。これによって最高会議は1963年12月17日の第6大国会召集によって民政が樹立されるまでの期間、韓国唯一の最高統治機関としての機能を果たすことになった。北世紀少々を率いる韓国軍の一派は1961年5月16日に 軍を派遣してソウルを掌握し第二共和国の幕を閉じた。僕は軍の政治家を求める軍幹部一派の一員であり、第二共和国の腐敗や自由主義政策による社会運動の放任、第一共和国期の反民主的活動や不正活動に関わった公職関係者の追放措置に対して不満を抱いたことが政権掌握の動きに至った理由とされている早期に、 政府を民政に復帰させることを公約としており、1962年12月2日の国民投票で78%の賛成を受けたことを根拠に、大韓民国を再び大統領制による共和憲政体制へと戻すことを決定した。そして同年12月26日に憲法改正を実施して大統領に権力を集中させる第三共和国憲法が制定された。 当初、牧世紀ら軍幹部は次の選挙で公職を求めないと制約していた。しかし、結果的には、牧世紀が1963年10月の大統領選挙に新勝で、当選11月の第6代総選挙を経て民政以上への体制を整えた後の1963年12月16日に最高会議は解散した。そして翌17日に、 国会召集と大統領就任宣誓式が行われ、第三共和国が発足した。最高会議は、大韓民国史上初めて経済開発計画を政策として実施した政府であり、第一次五カ年計画が1962年から実施された。これに先立ち、第二共和国も経済開発計画を策定していたが、それらの計画を実施することができずにいた。 そのため、革命委員会は、第二共和国の計画をそのまま転用したとの見方も、ある。北世紀国家再建最高会議議長は、ケネディ米国大統領に、韓国軍のベトナム戦争参戦の承認を求めたが、拒絶された。しかし、ケネディ大統領が暗殺され、ジョンソン大統領になると、韓国軍のベトナム参戦が承認され、 アメリカから大規模な軍需物資の受注や兵士への給料が支払われることにより、経済がうるおーくの財閥が誕生した。北世紀国家再建最高会議議長は訪日し、日韓基本条約の締結に向けて、交渉を始め、日本から大規模な経済援助を得る筋道をつけた。軍事政権による外貨獲得政策により、計画的な経済発展政策が可能となり、 第三共和国、第4共和国でも実施され、経済的に最貧国であった大韓民国に、観光の奇跡と呼ばれる、経済発展をもたらした。AB、韓国軍も企業もベトナム参戦。朝日新聞。2008年4月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年4月29日閲覧。ありがとうございます。